クエストよっこせクエストよっこせはあ、なんだいあのはあ、なあはあはあ川を越えたその東、上の前にて我は眠る。よし、これから行こう。宝の場所を探す。なんだい？ついでに前を受けてこれ。あの、うん、はあ、了解だ。よろしく。よろしく。あ、これもボスっぽいな。一匹だけ倒さなかった。あそこな。近くの河原辺に確か宝箱とかないのなんかあってもいいぐらいのあれじゃない、うん、最初使える素材がくっそ少ないから最初は面白くないしこういうのも見れば見るな見てるだけでもいいから雰囲気や。スキルアップポイントスキルアップポイント今いらんねんなあ、でもまあオルシュ倒せばいいかも。多分これ避けやがったこいつ。こうやってさ、縦のこいつのクエストはみんな、あれに、なんていう話しかけないだろうな。こいつのクエストは話しかけないだろうな。あ、終わったな。うん、よろしく。ちょっと腹立つな。ありがとう。うん、ありがとう。ほい。お、せい。1000円ゲットした。で、スイカ戻るか。川を挟んだところやから、こっちか、上か。ここっぽくない？双子池っぽくない？川って。宝箱？川のところって。
俺何も言ってなかったけどさ。じゃあまたこれ知らん人。ちょっといいか？ねえ、うん。どうしよう。あのさ。ねえ、よろしく。なんかそこら辺ちょっとや通ってきやすいな。倒さない。何やってんの？確かにこれ評価低いっていうのは分からんでもないです。あのだってさ、ちょっと前にゲオ行ったことあるけど、1000円とかじゃん。笑ってまうわ。いや、やらんよ、これは。全部ゲーム高い方買おうと思ってる。高い方セット3番目セット。アクリルストラップ全員つ、アクリルスタンド全員ついてくるってちょっと魅力的だな。まあ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 、だってあんなん1個買おうと思って1,500円で。なるほど。一応マークはついてたよ、クエスト。うん。これ開け、開くと思う？ん？これは開くよ。開くけど、その周りは面白かった。何ここ、これはこれレベル40だったらなんかいけそうな気もするけどな。まあ宝箱かな。すごっ、キモっ。調べてみようかな。もうストーリーをなせる調べなきゃ苦いな。あったあったあった、ほんまや。これこれこれ、そうそうそう、これこれ、これこれの上とか私にやったりする。あ、しかもこの辺のアリレベル33とか4とか結構いいやろ。ここら辺面白いな、うん。ほんまにこの辺やな。あ、なるほど。回ってもありそう。あ、あったと思う。よくらへんじゃないですか。私も違うんですけども。
何じゃまたあ、しかもちょっと開ける、うん、開けられないわ。ああ倒せた。あ、降りてくれた。じゃあ開けて。無理や。まっすぐですね。あ、降りてた。友情かな。あ、みんな追ってきてるもんね。一応なんか言うと死んでるよ。あ、やばい、強いな、やっぱり。もちろんやけど、ほんまにあれな、一体ずつやな。いやな、あれ、やばくない？やばくない？やばくない？あの、ルミナスエレメントです。それか、あの、普通に魔法の上ボタン。囲まれるとやっぱきついよな。きついなぁ。え、あの宝箱は何なの？片手剣じゃないか。かなぁ、何やろな。何がいいやろ、なんか指輪とかやったらありかもしれない。確かにな。これ一回一回見なあかんね。めんどくさ。倒せる？倒せない、今は。37やもんな、微妙やもんな、ほんとに。一回ちょっと、あれはアンブラエレメント。アンブラエレメントでさ、闇の魔法を使ってよ。さあ行くよ。行くぞ。ジェネレートアンブラエレメント。ディスチャージ。これ見つかりにくいとかはないです。ブラインドフィールドって名前やし。フィールドの感じが。あ、いいぞいいぞ。あー、無理だった。いや、あー、惜しい。え、でも1点ぐらいなら、え、上のやつなん？こいつじゃなくて、こいつも置いて。あ、でもだいぶだいぶだよ、1回だけやったらだいぶやん。これでくれよ。ジェネレートアクリア今どうなってる？今どうな、あ、今倒した、倒した。倒した？あ、倒した。今ハマってないよ、お前、そこ。下にも
くのもあって、倒すしかないか。3体倒すか。レベル上げでもなるし。なんかさ、キリとさ、たまにヤバいとこ行くような。俺ら全然あの変えたくも使ってないから。何がつんやん、これマジで強くないから。まあ、減るよ、減るけどね。そうそうそう、倒した。え、思ったより強いんやろか。なんかさ、なんていうの、ちっちゃいダメージが重なっててそんな強くなく感じるんだよ。これ変わったりするんかな。いや、ない固定やんな、多分。うん、固定ユミかいらんかったな。シノンだけど、でも多分シノンの方がさ、強いやつも強いな、100%。多分だけど、リジネア。ちょっと強いかも。でも2レベル上げはじゃないな。確かにモンスターもそこまで硬いわけじゃないし。そう、アリってさ結構いいよな。うん、アリ倒しやすいもんマジで。あとこの最初アイテムが聞いたことない名前のやつがあるから、またな、さっき女王割だけちょっとあれやけど、なんだけど、だからそれはさ1体だけやったら、うん、だからこうやって引っ張ってきて、あらこれもうだよ。強すぎ。あれが違う、あの速度が違う。流れてたんだよ。あ、ほらみんなに食べてる。ヘイトを俺にさえぶつけてしまえば
なゆっくり逃げ回りながら。あ、全然減ってねえ。他のゲームみたいにさ、ちょっとレベル高くても倒せるとか思ったらあかんかもしれない。まあ時間はかかるしな。いや、かかりすぎ、かかりすぎの割に多分やけど、うん、あの、あれがないやん。戻っておいで、とりあえずなあ、あの、見つけてくれたから、うん、なんで想像スキルこんな弱いんや。なんなのな、もっとなんか取った方がいいかな。普通逆じゃない。いや、やばい。でも勝負つける一発でさ、半分ぐらいは削れると思ってるんやけど。思うな。こいつなので6匹ぐらい倒したらやばいかもしれない。このエンドリボルバーでさ、なこの辺の雑魚なんて3、4体一気に罠で倒せると思ってたのに。どこ向いてんの？なんかロックもすぐ外れてる。なんでな？このゲームのロックもめっちゃ悪い。せーの、全然こっち向いてくれ。これは何ですか？この連携技だけは本当に強いな。まあな、固定で入るもんな。防御関係なしに。なあ、ちょっと。いや、それと、なんだい？ちょっといいか？はあ。あの、はあ。
ありがとう。新誠実ダメージ値、いいじゃん、やっぱしよう、もういいじゃん、ちょうどつけれる。あ、バトルスキルがついてるやつもあるよっていうあれなんや、これ。だって、ほら見て、新生児とレベル31やるよ、それでまだ1しか使えへんのって、それおかしいよな。だからそういうことやったんや。これ帰れたりするの、帰れるもんじゃないか。まあいいか、ちょっともう調べよう、うざいし。調べてください。最初ちょっと強い武器から調べて、そこ行っとこう。わおの面白い、面白い、みたいな。俺は面白いと思ってるんやけど。